I gotta start this over right quick. Getting close to the end of this game, so maybe I'll try to beat this tonight, maybe? Huh. あったところで入るの身の上で贅沢は申せまい。信行にそうたびたび無心するわけにも参らぬしな。それはそうですが、不自由をしておるのはお前ではないのか、雪村。私ですか。いえ、さようなことは。胸の内がうつうつとしておるようだが。 いえ、決してそのような。兄上の身を捨てた嘆願で救われた命、我が身を慎んで暮らすのみです。ならば一層仏門にでも入るか。お戯れを。ただ大阪の様子は気がかりです。豊臣の方々はどうなさっているのか、その目で確かめてくればよかろう。 しかし、それは犬伏でも言ったはずだ。心のままにせよ、わしに気を使う必要はない。はあ。雪村様、正幸様のご様子はいかがですか。やっぱさすがの正幸様もがっくりきちゃってたり。幸いそうでもない。 じゃあまだ巻き返しの気を狙ってるんだ。巻き返すってどうやってよ。豊臣だってこのまま徳川の天下になるのをただ眺めてるわけないだろ。まだまだ荒れるよ。なるほど。それじゃあ今度こそ天下をひっくり返す秘策を。それが策を練っている風でもない。はにゃ。 何、ふぬけちゃったんじゃないよね。ちょっとあんたね。父上に、ともあれ大阪へ向かうぞ。お、視察ですか。合点承知です。見張りの連中とか大したことないよ。軽い軽い。父上の真意も気にかかるな。茶々様、どうしておいでだろうか。 私は本来であれば九度山で謹慎のみ、目立つ行動は控えねば。こっそり行って、こっそり戻ってくればいいんでしょ。
can't jump over that? Man, that's messed up. Two of them.私は本来であれば、クドヤマ、こっそ。ち。
ここまで来ればもう大丈夫だろう。二人のおかげだ。ありがとう。いや、別に。俺、雪村様のし。照れてる照れてる。あと少しですが、油断は禁物。慎重に行きましょう。忙しい忙しい。言えますな。これは。ああ、お前、大声を出すな、バカ。雪村、こっちへ来い。
しかし大胆だな、お前も。自分の立場は理解しているだろうに。恐れ入ります。チャチャ様のご様子が気がかりで。そうか。だが到底曖昧、俺たちもなかなか目通りする機会がない。そうなのですか。今の大阪城は変わっちまった。あいつなんつったっけ。王の春菜だ。チャチャ様の馬の子だな。そう、そいつがなんか偉そうに取り仕切っててよ。何様だっつうのは。この野郎、三成の足元にも。悪い。いえ、俺たちを責めないのだな、雪村。なぜ三成と共に戦ってやらなかったのかと。我ら真田も親兄弟で戦いました。みんなそれぞれの志があってのことと存じます。そうか。でもよ、あのお姫様はやっぱ俺たちのこと裏切り者と思ってんじゃねえのかな。だからあんな。チャチャ様はそのようにお考えにはなりません。お二人の立場を思えばこそではないでしょうか。ならばありがたいことだが。あー、くそー、だっせーな俺は。正則殿、落ち着けバカ。豊臣の家は俺たちが必ず守る。それが三成や義継の思いに応えられる唯一の道だ。待ってるよ、そんなこと。はい、どうぞよろしくお願いいたします。私もいずれお許しが出た時には。ああ、共に力を尽くそう。家康がなめた真似しやがったらぶっ飛ばしてやんよ。
いかと。別に密偵見つけるのなんて俺一人で平気なのに。先輩は雪村様のそばにいればよかったじゃん。今私が雪村様のそばにいても何もできないし、あんただけにいい格好させるのも尺だからね。チッ、まあ楽になるからいいか。さっさと終わらせて帰ろうぜ。
やった。徳川が探りに来るってことは、雪村様が抜け出したのバレたのか。半蔵の旦那が見張ってたならともかく、バレるようなヘマしてないと思うけどにゃ。だよね。まあ考えても仕方ないし、戻りますか。Quiet stream. では
現在豊臣の中心となっているのはチャチャ様だというのか。そうみたい。祭り上げられちゃったんじゃない。わあ、あのお姫様、そういうの嫌がりそうなのにね。嫌だろうけど、ネネも三成も義継もいないんじゃ。徳川とはどうなっている。今すぐ戦って感じじゃありませんけど、いろいろ難癖はつけられてるみたいです。将軍にもなってもはや名実ともに徳川の天下だけど、豊臣は相変わらず別格だもんね。どうにかして潰しておかないと安心できないってのが家康の本音でしょ。遅かれ早かれ戦にはなるか。チャチャ様はどのようにお考えか。それより雪村様はどう考えてんの。もし戦になったら。無論チャチャ様をお守りするため馳せ参じる。兄上には申し訳ないが。だよね。正幸様はどうなさるでしょう。近頃お体の具合があまり良くないみたいですけど。戦う理由がある限り父上の神気が衰えることはあるまい。だが。ん？父上が戦い続けた理由、もしそれが失われていたら。Munenoriyagyu. なんでここに。真田正幸はいるか。暗殺に来たってこと。正面からなんて俺も舐められたもんだね。落ち着け。さような任ではない。だったら。久しいな、佐助。家康様、なんで。真田正幸殿にお目通り願いたい。取り次いでもらえようか。家康殿。
これは一体。すまぬな。断りもせず押しかけて。構わぬよ。日がな書を読み、畑を眺めるだけの毎日ゆえ。それは豊かな日々であろうな。いつでも変わってやってよいぞ。お主は全く変わらぬな。オバネ内からした姿を見たかったのであれば、ご期待に添えず申し訳ない。いや、よい。あの日のままのお主と一度話しておきたかったのだ。死んだ者を言い訳にするな。お主はわしにそう言ったな。あれほど答えた言葉はない。さようか。だが、いや、故にこそわしは足を止めるわけにはいかなんだ。幾千幾万の屍を踏み越え、なお果たさねばならぬ大義がある。その重みに耐えかねて足を止めれば、全てが無駄死にとなる。それだけは断じてさせぬ。故にわしはやり遂げるのだ。何としても。好きにすればよい。お前の覚悟にわしが口を出すいわれはない。同様に我ら真田の意地も変わることはない。わしらの大切なものを踏みつけにせんとすれば、わしとわしのせがれが何度でも相手になろう。父上。そのこと夢忘れるな。心しておこう。邪魔をしたな。わざわざのお運び恐れ入ります。父上、夜風はお体に触りまする。うん。父上が何のために戦ってこられたのか、ようやく分かったような気がいたします。売り言葉に買い言葉よ。真田を守る、それだけを考えておった。真田を、お前たちを。太平だの、もののふの意地だの、さようなものと引き換えにできるほど我が手にあるものは安くはない。父上。されど同時に思うのだ。なぜあの時勝頼様と共に死ぬことができなかったのかと。いや、違うな。ただ生きろと言ってやればよかった。そのためにわし関ヶ原では西軍に、真田を守る、その思いは信行が見事に引き継いでくれた。真田は盤石のものとなろう。はい。お前には何も残してやれなんだ。許せ。父上、何を仰せになる。徳川を倒すという大望を父上は残してくれたではありませんか。そうか。はい。そうか。
第14章鑑賞。慶長19年、家康はついに豊臣家を滅ぼす決意を固める。豊臣方もまた関ヶ原で浪人となった武士たちを集め、戦の用意を整えていた。正幸の静かな死を見取った幸村は、父の残した思いを胸に大阪城へと舞い戻る。相対するは徳川の精鋭、その数は20万、豊臣方の約2倍にも上った。幸村は戦場にいかなる策を描こうというのか。Older Yukimura looks swagged out. Sorry about that.チャチャ様、ご無沙汰しておりました。来たのですか、幸村。はい、お約束通り必ずチャチャ様をお守りいたします。約束など。は？
軍議が始まります。急ぎなさい。なんだあれ。もうちょっと喜んでくれると思ったんですけどね。あれじゃまるで初めて会った頃の。軍議に行ってまいる。まずは機内を制圧し、その上で正常する徳川の軍を迎え撃つべきと存ずる。バカな、わざわざ撃って出るというのか。さよう。関東と西国との連携を断ち、徳川軍を足止めいたします。さすれば西国の豊臣四子の諸大名も必ず。そのような危ういことができるか。大阪城は秀吉様の築かれたまさに金城鉄壁、難攻不落の名城であるぞ。無論それは承知しております。されど城の守りを過信されては。大阪城による限り徳川の軍など物の数ではない。何故自ら優位を捨てねばならぬ。茶々様もさような暴挙は望まれぬ。そうでございますな、茶々様。任せます、茶々様。では軍議は籠城と決まった。ガタガタよろしいな。茶々様、どうなさってしまったのだ。殿、お久しぶりでございます。よかった、あなたはこちらにいてくださったのですね。うわー、渋い、いい男になっちゃって。じゃなくて。遅い、遅すぎる。あんた今まで何やってたの。面目ありません。何バカ言ってんの。雪村様のお立場を考えなさいよ。ここに来るのがどんだけ大変だったか。それはわかるけどさ、チャチャ様のお気持ちを考えると。チャチャ様はやはり私の治産をお怒りか。怒ってるんじゃないっつーの。なんでわかんないかな、この当変木。わかってないのはあんたも一緒でしょ。なんで頭がそっちの方にしか働かないわけ。え、違うの。いいわ、もうこれからはしっかりやってよね。無論誠心誠意お使いいたします。ありがとうございます、カイ殿。何のお礼よ。そうして案じてくださるカイ殿がそばにいてくださり、チャチャ様も心強かったことでしょう。ダメよ、私なんて全然力不足。おや、熊姫が珍しくしようらしい。うっさい。関ヶ原の後本当見てらんなかったんだから、チャチャ様は。それ以来誰に対してもあんな感じだから。真田の。承知しています。今度こそチャチャ様を必ずお守りする。よし、よく言った。それじゃあこれまでのご無礼をお詫びします。真田幸村様、どうかよろしくお願いいたします。おお、おやめください、カイ殿。そのような。いえ、けじめですから。共にチャチャ様をお守りしましょう。はい。
そうか。 どうした？ まことか？ よい天気ですな。 お役目ですかな？ 忙しい。 雪村様、いらっしゃいませ。新商品です。できましたな。できましたな。できましたな。 またお引き立てを。 いらっしゃい。
また来てください。良い天気ですな。異常はありません、雪村さん。うん、行くよ。家族だもんな。大阪城になかなか近づけない状態だが、近くまで弾薬を運んでくれている人がいる。弾薬ってあの出丸作りに必要ってこと？敵から奪っちゃえば戦力削げて一石二鳥じゃない？
承知した。
量の弾薬が集まったな。これで目的も達成できよう。こんなにたくさんの弾薬どうすんのさ。量多すぎじゃない？いや、ちょうど良い量だ。早速戻ってデマルを完成させよう。良い考えだ。大阪城は三方を川に囲まれた難攻不落の城だが、南が手薄。その唯一の弱点をこの出城が埋める。真田丸ある限り我らは負けぬ。Everybody's on the phone, except for yours truly. We got some banana pudding. Good stuff. そうか。
良い考えだ。良い考えだ。忙しい。A lot of side missions. に内通して寝返ろうとかさ、交渉際悪いんじゃねえの。だからって暗殺とか雪村様嫌がるよ。ムロガの時だってさ、そんなの言われなくても分かってるって。分かってるけどさ。Hey, what's up, real game lover? I think you're the first person to come in here today. I think everybody's gone for the holidays.
Oh. Oh, we found him already. Gotta assassinate this so-called traitor. Well, that's good to know. And oh yeah, happy 4th. ふざけるな。 こんくらいちょちょいの
んじゃ始めっか。分かってるから俺らがやるんじゃん。一個でも負ける要素は減らしておきたいし、主勝てるようにするのが忍びの仕事でしょう。なになに、けなげなこと言っちゃって。こんなん言っとくけど、雪村様の一番の忍びは私だからね。お役目ですかな。いらっしゃい。忍びの方ですか。あれ、忍びの人だ。わしも忍びになれますかの。良い天気ですな。これは雪村様。
様。最高です。雪村様、よっしゃ任せて。真田雪村参る。負けられぬ戦いがある。見てて、乙女の心意気。チャチャ様、無理に出陣なさらずとも。無用な気遣いです。務めは果たします。はい。大丈夫、私がお守りしますから。いかがであった？信行様は参陣されていません。江戸に残されてるみたいです。福島正則なんかもね、豊臣恩子の連中使うのはさすがに怖いんじゃない？そうか。ただ上杉はいるよ。影和様と金継殿が来ているのか。雪村様、私の戦う理由しかと見届けていただく。雪村が大阪城に入ったというのは誠だったのですね。久々の再会、楽しみだ。このような形であってもですか、影勝様。我らはこれで本当に
無論本懐である。影勝様、I said, I want to fight that dude.砦に迫っている。守備隊を救援せねば。イマックは大阪城を守るための要衝。先陣を防いだ。南西砦におられるのは金継殿か。そこを封じなければこの戦は厳しくなる。よし、我らは南西砦を突く。開門、私の攻撃を。金継殿、私の戦う理由しかと見届けられる。こちらに向かってくるが、雪が形の再開になってしまうと。見ていてくださる。我らサナダの戦、我
我ら豊臣の戦を全軍出撃。この戦で家康様の信頼を勝ち取るのじゃ。開門。甘えさせていただきます。まさか押されておるのか。敵はなぜ動かぬ。援軍を出されよ。教師、太平を守る鬼とならん。雪村、次の戦、その目に焼き付けよ。全軍、全数。ついに上杉が動いたか。今こそ将軍、豊臣軍を打ち破るのだ。北東砦を制圧するには上杉軍の増援も全て倒さなければならないようですね。やってやりましょう。チャチャ様、私たちなら絶対できます。さすが金子様、金継ぎ殿、気を見て動くこと、かたたかこととしよう。中央から別動隊を送る。北東砦を狙う豊臣軍の背後を攻めるのだ。開門。まずい。北東砦を攻める部隊が背後を突かれてしまう。勝利を我が手に。王の者がいようとは、これは見事なお手だ。
これで残るは金継ぎ殿と影勝様のみ。タイボン、敵は北東砦に組み付けた。我々はこの隙に今吹く砦を突く。雪村、死ぬな。最後まで守り抜いてみせろ。お前の戦う理由を、守るべき存在を。影勝様、金継殿、再びお会いできて嬉しゅうございました。
やりゃいいんだろ。先輩を立てなさいよ。イスカさん、夜分にどうも。悪いけど、その首サクッともらってくわ。なんだと？いきなり敵の本陣に奇襲とか、なること知ったかね、サスケは。とっとと戻らないといけないんだね。わしは本陣を守りさえすれば、あとは雪村殿の忍びがうまくやってくれるはず。少しでも徳川方の戦力を削ぎます。そうすれば南の方に徳川の船が来てるみたいです。そこを叩けば敵の進行を遅らせられるかも。くれるぜ師匠。勝利条件変更。このぐらいどうってことないよ。将兵が詰めた。何かくさ、首相の本物はこっちか。はい、一丁上がりって。Thank you.
王殿から伝令。アジスカ殿、敵襲です。急ぎお逃げあれ。なんと連絡感謝する。なんだと。本物に行け。兵は移動なり。ねえ、忍びも一緒だな。見つかったか。おとなしくやられると思うなよ。団長の旦那も石に対して容赦ないね。まあそんだけ本気ってことかね。やっと出番か。このぐらいどうってことないよ。急ぎ出てきて助かったわ。あの時話しかけたのが基地だったわけね。何が戦の目につながるかわからない。ってことないよ。
ょう。しのげるサスケ、相手をしてカイボン。ようやく出てきてくれたか。くせ、一緒それでこそだ。手加減は無用だぜ。できるわけないよな。できない。良い働きをしたようだな。師匠の教えが随分役に立ったからね。打ち取ったよ。覚悟は見定めた。次こそは決着を。待てよ師匠、蹴りならここで。いっつ、サスケ、あんた。サスケ、あんた怪我してんじゃないの？ショー相手にこの程度で済めば御の字だろ。あんたなら首が飛んでるぜ。そこで黙られると調子狂うんですけど先輩。ねえ、次に半蔵の旦那が出てきたらやっぱり私が。バカにすんな。ショートの決着は俺が俺の手でつける。誰にも邪魔させねえ。ショーから逃げるなんて死んでもできるかよ。サスケ、なんだよ。あんたもやっぱり男の子なんだにゃ。うっせえよ。Cut it here. At least see what else is going on. All right, cut it here.